谷徹の経済バズ。パナソニックが5月に発売したこちら、男性用のボディートリマー、つまり無駄毛処理機なんですけれども、パナソニックはこんな売り方をしてるんです。ご覧ください。アンダーヘアはファッションだ。アンダーヘア、実はこれ宣伝用のポップなんですが、まさにアンダーヘアの部分、ここにスター、星形ってありますよね。回すとスタンプ、四角、はたまたハート型。つまりこのボディートリマーを使ってデザインしようということなんですが、さて一般消費者はどのように感じるんでしょうか。あの、これご存知です？わからないです。パナソニックのボディートリマーなんですけど、はい、要は無駄毛処理機なんですね、はい、やってみたい気持ちはちょっとあります？どうでしょう今注文しても2ヶ月待ちなんです。あ、そうなんですね。と聞くとどう思います？まあ、ちょっとそうですねそれを聞くと結構やってる人いいんだなって感じですけど、今はそんなに使う？あんま、そうですね、あんまり考えたことなかったんで。いかがでしょう？いや、ちょっとあんまり年齢的にちょっとね、もっと若い人が使うやつだとは思うけど。 I don't body trim. You don't? No. So do, all right. do you want to use it? No, I don't. I'm not. Why? I just not what I do. I like my hair. I like my hair. アンダーヘアの処理に前向きな男性はいないのか。さらなる調査を試みるも、ちょっといいですか？ちょっとごめんなさい、時間ないんです。すいません、ありがとうございます。すいません、一言。あ、すごい逃げられちゃったそんな逃げる？では女性に聞いてみましょう。 こういうのどうですか？男性がこういうケアを、あ、ケアするのは別にいいと思いますけど、そのコメントこう求められてもすみませんじゃあ許容できる？はい、私主人いるんですけど、結婚してるんですけど、ケアはしてほしいなと思ってますね。どうして？いや、なんていうんですか、こうエチケットっていうか、そういう感覚あるんですね。あります、あります。意外にも女性は肯定的。このボディートリマーを作ったパナソニックを訪ねてみました。どうしてパナソニックはあんなものを作ってこんな宣伝を考えたんでしょうか。マーケティング担当者の方にお話を伺いたいと思います。いらっしゃいました。あ、しかもありました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。これです、これ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 。なんでこういう宣伝の仕方を、はい、したんですか？そうですね、あのやはりそのストレートに伝わるようにというところが一番あの の狙いでした、ね、はい、例えばハートとかね、これは星とかね、はい、こういう形だってやっぱりパナソニックさんの方の提案じゃないですか、はい、そうですね、はい、こういうのって変な話ですよ、はい、異論はなかったんですか、その開発チームの中で。下品に見えないように、まあ、なおかつストレートに伝えたいということがありましたので、まあ、悩みもありましたけど最初これでそうですよね、はい、やっぱりいろんな意見が出ますよね、そうですね、はい、で実際の商品が、まあ、こちらになるわけなんですが、ハートのようにこういうカーブとかを、はい、案外細かいじゃないですか、はい、そうですね、はい、これ実際にちゃんとできるん、あ、そうですね、はい、今これアタッチメントついてますけども、ええ、こう取っていただきますと、はい、あの一番それって 0.1 ミリまでですね、細かく剃れますので、まあ、デザインしやすい形状でデザインしやすいということであのじゃあ改めまして、はい、なんでこういうものを作ったのか、ちょっと今日はじっくりお話を伺いたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。これね、あの量販店に置いてあるこれ、はい、ね、なんていうんですか、パンフレット、そうですね、はい、アンダーヘアはファッションだって、はい、このコピーは誰が考えたんですか？そうですね、これはあのうちの、まあ、コミュニケーションのメンバー そのクリエイティブ部門の、担当者が、まあ、ずっと考えました、まあ、とにかくこの商品ってアンダーヘアですので、うん、少しそのどっちかというと下品に見られがち、初めて出しますので、まあ、そう見られないようにですけども、そこを狙ってる商品ということが分かるようにということで、あと、まあ、尖っ
った訴求もしたかったんですね、そのグルーミング市場に対してですね。私たちも雑誌とかで毛深いのはね、はい、ちょっとやっぱり女性から好まれないみたいなデータがあるとかって、なんとなく素人の知識で知ってますけど、はい、あくまでこう外から見える部分のヘアというのは、はい、ごめんなさい、なんか笑っちゃうんですね、こんな話してると、はね、ケアするっていうのはなんとなく徐々にやっぱり進化してるなと思ったんですけど、はい、だってアンダーヘアって普通見えないし、そうですね、もし、はい、見えるとしても、特定の方向けですよね、はい、そうですね、ウェブ調査をまずしまして、その中で少しまあ、ターゲットとなるような方々のインタビューをしたことがあるんですけども、そのターゲットとなるようなというのは年齢とかですか、どういうふうな、まあ、そうですね、年齢もそうですし、普段その体毛処理をしているという方を、まあ、選ばせていただいて、調査をしたんですけども、でそのやっぱり 見栄えとかなんですよ、ここ見えないはずなんですけども、見えないです、お風呂場に行った時とか温泉にみんな入ったとか、そうですね、はい、温泉に行った時とか、まあ、ボーボーだと嫌だとかですね、まあ、そういう需要があるんだなということで、これはだからアンダーヘア用の取り、なんていうのか、これなんていうんですか、そうですね、アタッチメントですね、歯と形がまあ、そこに使いやすいようになってます、はい、ああそうですか、いや面白いですね、実は私ですね、こういう取材をしときながら、こう実際に手に取るのが初めてでして、というのは店頭にないんですもん、そうですね、今は品切れ、今は品切れになってますね、はい、品切れになっているっていうのは、はい、状況は想定されてました、発売前、発売前はやはりですね、その法人さんとの商談の中でも初めての商品なので、まあ、面白いんですけども売れるかどうかという不安感がありながらでしたので、まあ、私もそのここまで売れるとは正直思ってなかった、当初の目論見の 2.5 倍ぐらい今ご注文いただいて、すごい、でそのアンダーヘアをカットしやすいフォルムになってるわけですね、はい、そうですね、その縦型の刃っていうのが、あこれね、はい、その自分でこう下当てていくときに、その、まあ、すごく微妙なところですので細かく使えるように、こう横型ですとちょっとやっぱり使いづらいんですよ、通常の、そうか、シリーズがいっぱいあるんですけど、そうです、まあ、これは一つのシェーバーです、はい、これが足腕用なんですけども、なるほど、これはだから、こういうふうにするんですね、そうですね、これをこういうふうにやろうとするとしますとちょっと使いづらいですね、でこう縦型ですと、まあ、このまんまこういう使い方した時に、まあ、細かく当てられるんですね、へえ、あれこれで使うんですか、これは何ですか、あこれはですね、実際にその、まあ、デリケートゾーンですと柔らかい部分がありますので、直刃ですと、傷つける恐れがありますので、話を伺ってて納得する部分はすごく納得するんですけど、はい、半分今でも信じられないというか、これを買って使ってる方がいるっていう、使ってます、あそうですね、はい、もうその試作が出てきた時から、なのでうちのこれに携わっているメンバーみんなツルツルになったり形作ったり整えてたりということで、陣内さんは今どういう状況ですか、はい、ハート型とかですか、まあ、ハート型まではしないんですけどまあこれもう音声さんまでもらい始めちゃうもんこの6ミリのアタッチメントで整えまして、長さ整えて、まあ、パンツとかこう最近短くなってきてますね、そうですね、はみ出る部分を直刃ですいません、なんかそんななんかぶっちゃけ遠くまでさせちゃいまして、すごいな、なんか日本でいわゆるこういう男性向けの何市場っていうんですか、でもグルーミング市場っていうのは、
今どういう状況で、はい、今後どういうふうに見てらっしゃるんですか？そうですね、まあ、グルーミングの中でもそのメンズシェーバーと、まあ、利用商品ということで分けてみますと、どう違うんですか？メンズシェーバーの方はですね、かなりその普及率が高いので、こっちにヒゲ剃るんですね。そうですね、ヒゲ剃ですね、はいはい、まあ、ほぼ横ばい、緩やかに右肩上がりなんですけど、グルーミングの方は非常に伸びてますね。グルーミングは何をするものと思いますか？いわゆる毛づくろいですね。猿の時代からやってますからね、毛づくろいね。でそれがどのぐらいのペースで今足元では伸びてるんですか？そうですね、金額でおっしゃってもらってありがたいのかな、なんでしょうか。金額です。私もやっぱ年々1割ずつぐらい、ここ3、4年です、ね、そうですね。で今後もやっぱこのペースはある程度キープできるではないかなと思います、ね、その背景は何なんでしょう？やはりその男性の身だしなみの意識が高まってるのもそうなんですけども、グルーミングっていうのがやはり欧米から入ってくることが非常に多いなと感じておりまして、やはり昨年はバリカンであったんですけども、まあ、今年はこの体毛処理というものを出して、まあ、その出すと伸びるという今市場になってます。これ今男性目線でずっと話をしてましたけど、はい、女性の声ってどうだったんですか？あ、これは結構ポジティブな意見が多いんですね。調査してもそうなんです。その自分のパートナーがその体毛を整えることに関しては自分を気遣ってくれてるですとか、やはりその清潔感があるとかですね。これ初めて言ってましたけど、日本で初めてって意味ですか？アンダーヘアメインっていうのはもう世界で見ても初めてだと思います。じゃあ海外展開もされている？あ、今しております。はい、ちょっとデザインは変えてますけども。でも海外ではもう日常的にそういうことをやってて、はい、もし海外の人もハサミとか普通のバリカンだとしたら、はいはい、まあ、いや便利なものが出てきたねって話になりますよね。そうだと思うんですよね、はい、すごいな、すごい。本当になんかもう自分の中では想像を超えちゃってるので使ってみようかな。ぜひ。カメラさんやる？これやってみたい？ちなみに僕はやってます。全身ツルツル。ああすごい、こんな近くにいた。だって言わないもんね、そんなこと聞かないし。僕マラソンするんでいろいろ履いてるとなんか、はい、あ、そういうこともあるんだ。そうですね、スポーツ、そうですね、引っかかんの、はい、まあ、自転車の方なんかはもうすねツルツルだったりします。そうですよね、とか言って音声さんも僕何もしてないです。あ、よかった、一緒だ。